やば、これ恐ろしいね。これサムネ撮ります今回。はい、はーい、せーの。やっぱキッつったな。うわ、キッつったね。なんで、あーあ、キッつった、やば。ミサちゃんがやっぱ重いってことか。ミサさん重すぎたか。やばい、これはやばい、すごい、これこれ絶対B キャスカード入ってます。うえー、何がやねん、意味ないわお前、意味ないねん、これやばいな、テンション上がるなこれ。やっぱどうも、ルシュナモです。というわけで、長年の夢であるアウトインドアを叶えてしまいました。叶えてしまいました。というわけで、こんなね、すごい家に生まれ変わったんで、客人を呼んでみたいと思います。客人カモン、いらっしゃい、ようこそ。こんにちは。こんにちは。チャリで来た。お前んち寒すぎるやろ。お前の新居どないなっとんねん。ほんま引っ越ししました。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、この家でも、この家すごくて、うん、これ一軒家なんですけど、一軒家だって、あの壁ないから。もや一軒家壁あるけどな。え、でもだいぶもう、あの一緒に動画撮るのムズなった。だいぶ除雪車いるっていう。除雪車いる。来るの、アルベロ石橋の方がええんちゃう。アルベロ石橋よりかは広がったから。あ、確かに。ただ難点なのが、冷房0度ぐらいしかつけられへんねん。冷房なんやこれ。暖房0度。暖房0度。暖房0度っていうのが、まあちょっとたまに気づかなぐらい。いや、すごいよ。ここからちょっとリアルな話。リアルな話。よく頑張ったね。よく頑張った、これほんまに。何時間かかりました。ほんまに大変やったね、これ。この家作るの何時間かかったの。延べ10時間かかってるの。昨日の準備から。確かに、昨日から考えたら。午前中から来て、今もう5時よ。え、びっくりしたよ。もう日沈み始めて。それは俺でも分かるよ。めちゃめちゃ風通しはいいよね。風通しがいいこと、風水的には風水的にはもう流れがいい。というわけで、今回やりたい企画は、はい、24時間アウトドアおうち時間雪上こたつチャレンジ。今ちょっと編集のこと考えた人。嘘やろ。24時間です。嘘やと。ただ目安、明日のまあ12時ぐらい。はい。いや結構よそれでも。いや結構よそれでも。止まるっすね。いや一夜こさな。一夜はこさんといけ。でも、いや要はこんな過酷な状況であっても、とにかく快適に暮らしたいと思う。なるほど。まあそれは目指しましょう、それはもちろん。じゃあ快適じゃないと思ったら、もう即帰宅してください。じゃあもう帰っていいからっていう。じゃあ寒さ以外言ってることが全部矛盾してるから。だから自然バーサス人間なんですよ。あの1個って、お前んち狭ない、なんかこれだって、ここで5人雑魚寝やったら死ぬなと思って。ここで5人雑魚寝死ぬな思って。今回特別にルールとかはないんですけど、もうとにかくもうみんなが生きて帰ること。であれば、もう帰ろう。ペース。あの、唯一一つだけ、あの、ルールとしてあるのは、寒いって言ったら、やっぱりか。あの、顔面魚卓ってください。あの、雪に？お前ってさ、さ、お前。お前、お前。いやいや、さ、さしか言ってないけど、いや、一個一個言って、お前んちちょっと冷え気味やな、ちょっと。冷え気味ね。というわけで、Make it possible with!グランドスノー奥井武器の提供でお送りします。金出てない、金出てない。まあいろいろ、てかもう日が落ちちゃうんで、そうね、あのなんかでも夜に向けて準備した方がいいんじゃないですか。あの夜、あぶね、言いかけた。あー、よかったよかった。危ねえ。こいつ寒い言った今。あ、言った。いや違う。アウト。顔面魚卓してこい。顔型が。冷たい。なんでみんなリアクションしてくれへんの。ひたついたな、こっから動きたくないよ。こっから動きたくないよ。いやもう動けへんのよ。めっちゃ冷たいのに。というわけで、一つ目は家具作り対決。はい、というわけで、一番
何これっていう無駄な家具を作っちゃった人は、はい、カレーのご飯がご飯なしでいきます。マジかよ。まあまあチャンスあるでしょ何回か。はい、じゃあ今から30分ね。脱いできた後悔。じゃあそろそろ30分位置についてよーい。今あいつ寒いって言ったで。ええ言うた。いや脱いできた後悔っていう。いや違う違う、顔面魚拓この雪まで質悪いんよな、ほんまに。ここジョリジョリやねん。ジョリジョリ、ジャリボーイなんや。ジャリボーイすごい深い深い、なんと深さがもうめちゃめちゃ深い。サルエル選手の膝太ももぐらいまで掘り進めてますね。これみんなが今絶対この瞬間みんなが欲しい、あの一家に絶対1台はある家電を作ってるから俺。うわ俺だってそうだよ。うん、1個いいけど鬼寒いんやけど。あっ、おっと、あっ、おっと、忘れてた、おっと、忘れてた。え、すごいこれ。ワーくん強いことやってる。ワーくん強いわこれ。ことやってる。俺と似てるかもしれないそれ。おっと。じゃあ上位互換で。やばい。育っけん取られる。これなんか行く年来る年やなこれ今。これ行く年来る年の背景。これいやでもまあ今回負けませんよ。本当ですか。はい。やっぱり寒いじゃない。寒いですね本当に。まあサムスなんですけど、あのあっとあっとあっと今、いやワコさんがさ、こんなことにするものか、こんなことにするかけど、こんなことにさ、あの暗くなる前の貴重な時間、気づいた。なんか今クマ出ました。お前7つ上の先輩に向けてお前クマってないの。まあまあまあ掃除ではあったね今の。暗くなっちゃった。暗くなりました。はい、はい、日が落ちました。もう皆さんあの大会今4時間ぐらい経ってると思うじゃないですか。これまさか30分の出来事ですから。そうやね、ほんまに。もったいない30分の使い方。はい、持ってきました。はい、というわけで2つ目から見ていきましょう。はい、じゃあサルエル君見せてください。はい、ということでね、僕はこう平屋っていうのちょっと寂しいなと思ったんで、はい、ちょっと地下にもなんかスペース作りたいなと思いまして、地下への階段を作りました。お、地下の階段ね。はい、なんですけど今回の特性を利用してこのソリを使うと、うん、スピーディーにあの駆け下りることができます。あ、なるほど。え、それって実験済み？つまり実験済みです。おで、じゃあ幅とかもじゃで戻ってくることもできます。戻ってくることもできるの？戻ってくるって何、その自動でってこと？いや、歩いて。あ、歩いて。つらってお前つらそう、つらそう、つらそう。でも、それの具合次第では非常にいいかな。確かにてか、ほんま見えへんからどこまでこいつ落ちるやろっていう、はいはい、恐怖。あ、なるほど。これ何のために作ったのかな。これ一人ずつ入ってます。マジで？めくって入っていってください。失礼します。はい。こちらですね。わあ、すげえ、すげえ。ホームシアターとなっております。すげえ。どういうこと？これはやばい。これアマゾンレビュー星5やもん。どういうこと？どういうこと？どういうこと？中で上映されてるんですね。何かが。すごい。え、どういうこと？めちゃくちゃオレンジの映像流れてる。あ、待って待って待って。あ、やばい、壊しちゃった。おい！おい！おい！2人のリアクション取ってからにしてくれへんから。俺ら2人のリアクション取ってからさ、その壊してくれへん。めっちゃ壊してるやん。ちゃんと壊してるよこの人。全然ほん私これです。これは何かというとですね、仏これ、先ほどサーフェル君も言ってましたけど、この家にはないものがあるんですよ。はいこれ私が作ったトイレでございます。ここに来てトイレね。はい、で、これすごいですよ。これ壁になってるので、あ、なるほどね。あっちにいるみんなに、はい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 、外が見えないような仕組みになってる。あ、なるほどね。で、ここが足を置く場所、ここが。そこ足かい。ここ足。じゃあちょっとやってみてください。うん、やってで、こうやるでしょ。
分では強度まで作られへんだよ。お前ちょっと足場固めとけよ。お前めっちゃ固い。一回聞いた3分前にマコのせいで崩れたんやって。そう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 ね。そうすると局部は隠れて見えない向こうから。だからこっち向きに作ってなんかこっち向いてやれって話ありません。というわけで僕が作ったのは電子レンジです。電子レンジ、ほら見てから電子レンジ見えるよ。ほらほらこれうーんって。ちょっと待ってちょっと待って。こいつ機能的な話って言ってたよさっき。実際そのさ、いや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 、だってほらってないやん。これワット何秒とか、ほらこれワット何秒いけるやろこれ。そここだわるやったらなんか熱持たせよ。まあまあそういう思ってさ、これね熱出ます。せーのほら、はい、どう、どう、炎の芯からめちゃめちゃ物遠い。しかもこれで温まるのって中身じゃなくて外。はいはい、というわけで最下位を発表してください。決めてなかったんだよ。ちょっと待って。みかんホッケーしたいな。落としたこけ。相手のゴールに一瞬。ということで、はいはい、今回の勝負、はい、最下位は、はい、サルエル。トイレかぶりがな。一応トイレです。はいはい、なるほど。でもトイレかぶりで俺トイレ買ったってことや。あなたらトイレしときやんこれ。まあ、最初階段って言ってたからさ、まあ、家具じゃなかったっていうのでちょっとマイナスが大きかったな。それでなるほど、こんなんやクオリティの問題じゃなかったか。なんかもう家具かどうかの問題やったんや。何時今？6時ぐらいじゃん。だってこっから12時間続くで、あのだって一番寒いのって俺。言ったなぁ。確実に僕の反射神経すごかった。あっ神よ。やば。選択肢としてカレーかナブか。まあさっき食べるならカレーじゃない。そうですね、うん、カレーを明日の昼に食べることもできるけど、でもさ、ナブはさ、夜は鍋囲んだ方がいいじゃん。いや、そうっすよ。確かにな、夜カレーはちょっと夜は鍋の方がいいと思う。カレー鍋だ。鍋します。鍋食おう。やばい。じゃあつけよう。一回つけてみ。糸お菓子、糸お菓子、糸お菓子。なかったら終わった。すごい。スリってあのあれじゃない、そう、ソーロータイプ。ソロタイプ怖いわ。レイシェ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 イ。いいですね。はい、はい、という扱い切ったよ。はい、というわけ、あ、待って待って、ヘッドライト欲しい人。はい、というわけで滝行をやりたいと思います。イエーイ。まずこの金具をですね刺してねじれの位置にするとうまいこといきます。はい、できた。これゆるキャンで見た。ゆるキャンで見たやつだ。これでもなんかありがたい、この温かさ。うわ、人類って感じ。なかなか強ない。俺を隠すんじゃねえ。うわー怖いよ。シンプルに危なくない。さあじゃあ鍋作ろうかな。鍋もう出来上がってきちゃった。あれれ仕事が早いぞ。仕事が早い。うわすげえ。なんかもうアドバイスで山、ザ山って感じ。いや、ジ山です。あー風が出てきました。寒いです。えあれ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 やば。一番やらないといけない。助けてゆでる、助けてゆでる。いや、あの俺自分で精一杯。俺自分で精一杯。あいつはだってあの、あの、はい、というわけで鍋が完成しました。やばっ、やばっ。で、今ですね、開始からまあ2時間ですね。え現状電圧どうです、これ。もう正直昨日の時点では憂鬱だったんですよ、この企画。うん、なんかほんまにテンション低かったもん。寒くて寒さでちょっとやられるなと思ってたけど、普段食べてる鍋とは違う日々のありがたみを感じれる鍋になりそうな気がして、これが非常に美味しそうに見えるんよね。はい、ゆるキャンの良さに気づきましたこの男。はい、それでは自然の恵みみたいな。そこ噛むんかい。自然の恵みに感謝して、はい、
いただきます。いただきます。うんま、うんま。本当にそうか。黒ウモ。いえ、まあ3番目。全然わからない。どういう超敵から考えて3番目。いや、本当にただの呼び方の順番ね。うん、うま、うん、まこれ染みるな、これ地球の公転周期に関して。いや、今日頑張ってよかったですね。ほんま頑張ったよ。いや、素晴らしい。俺ここまでやってると思ってなかったから。いや、でもな、最強の切り札ここで使ったからな。知らんで、お前ら。これちょっと12時間後もよ、ほぼ夜やねってこと。やばすぎ。冷静にやばいな。冷静にはやばい。コップありますよ。山手線ゲーム、イエーイ。ロシアと言ったら、え、ロシアと言ったら山手線ゲームやんな。ロシアと言ったマジカルバナナ的。マジカル電眼ね。じゃあ電眼さんに全部言ったらいいですか。なんで全部俺が答えんねん。マジカル電眼、うん、ロシアと言ったら寒い。はい。だから、はい、いや、だから、だからもうすぐそこに。あー、やばい。やばい。滑った。ループ入りたかったの。うん、抜きループ入りたかった。ロシアと言ったらモスクワ。氷と言ったら冷たい。暑いと言ったら砂漠。SMI を用いる形容詞といえばスムージー。これスムージーみたいな。暑いの反対と言ったら亜寒帯。亜寒帯に初めて行く人々の多くの人々が最初に言う感想と言ったら寒い。はい。だから今さっきのゲームなんで俺やったん。マジカル電マジカル電話だからマジカないやん。いや、だからマジカル電源ゲームやからさ。あの、だったら本来マジカルバナナってバナナと言ったらから始めるから、マジカル電話なんだよ。あーなんか言いましたと、あの言葉を。韓国の大企業サムスギンゴっていうのを。あ、また言った。ほら、また言った。まだ言った、また言った。寒いと寒い。あ、まだ言った、ほら。まだ言った、まだ言った。3回言う、4回言った、4回言った。おいおいおい、そうじゃねえよ。こっちやよ。コールドって言ったんだよ。え、日本語で言うとサムスギンゴ。あ、だから、まだ言った。あ、ちょっと、うわぁ、次回、厳しい真冬の雪原をこたつで過ごす人類ほかほか計画。氷点下の世界で鍋の温かみこそが我々の確かな光となった。満たされた胃袋、何不自由ない暮らし。しかし本当の戦いはこれからだった。闇に飲み込まれる花を錯乱して授業を始める伝言。予期せぬ活動限界、極限の白銀世界で人類は再び夜明けを見ることができるのか。最終回、こたつの中心で足を絡めたもの。さーて次回も凍結凍結。